JASS e タテ給油所 JASS のセルフ店プラザ R128JASS は JA グループ参加のガソリンスタンドのサービスブランド。キャッチコピーはマイホームステーション JASSSS はサービスステーションの略で文字通り農業共同組合の購買事業の一環として行われることが基本となっている。経営母体の別により大きく分けて 以下の4つの業態に分けられる。このうち、全農エネルギーは、国内6カ所の備蓄基地から、全国のスタンドに配送を行っており、全農エネルギー自体が一つの独自ブランドとなっている。全農都府県本部参加し会社のスタンドもこれに、準じる。一方、各単位農協系のスタンドは、かつては、それぞれが、石油卸売各社から、ガソリンの供給を受けて、 販売を行っており、JASS の看板と書く、元売り会社のブランドの看板を併記していることが多かったが、近年は、全農エネルギーからの元売り供給を受けたり業、天玉を受けるなどして、JASS オリジナルブランドに転換しつつあり、元売り系のスタンドは後日の長野県内を除き、減少傾向にある。なお JA マークは、通常の緑色ではなく、赤色が用いられる。 JASS は北海道を除く46都府県で営業している。北海道では JASS ではなく北連農業共同組合連合会系のオリジナルブランドのガソリンスタンドが営業しており、JASS の公式ホームページには北連 SS の公式ホームページにリンクするバナーがある。長野県内の JASS は JASS 公式ホームページでは検索できず、 長野県内各 JA の公式ホームページで確認する必要がある。ガソリン、灯油、LP ガスに関する商品、サービスの提供は各地域の JAA、またはその子会社が実施しているからである。また、建物のデザインも元売りブランドのままになっているほか、JASS の看板も標準の JA マークが使用されるなど、他都府県とは全く異なる存在となっている。なお、 JSS 北連 SS とも JA カード提示でガソリン、軽油が1リットルあたり2円の割引を受けることができる特典がある。地域にもよるが JA 店舗や倉庫など JA 施設に隣接していたり、これら JA 施設の跡地という立地の店舗が多い。また JA 店舗と併設しているところもある。店頭での石油類等の販売のほか、組合員等需要者へ。 タンクローリー等による燃料由類の配送も行う例が多い。1990年代現在まで一部地域でテレビ CM も放映している。ありがとうございます。